エントレ・リオス州はアルゼンチン共和国の州。アルゼンチンの東部メソポタミア地方に位置する。西をサンタフェ州と北をコリエンテス州、東をウルグアイと接している。州都はパラナ。文化的にはブエノスアイレスよりもウルグアイのモンテビデオに近く、数度にわたってアルゼンチンから独立しようとしたことがある。州とパラナは フストホセでウルキーさんのアルゼンチン連合の首都だった。コリエンテス州、ミシオネス州と合わせて、リトラル地方と呼ばれる。エントレ・リオス州の周期は、ホセ・ヘルバシオ・アルティガスの掲げた、連邦同盟の旗でもある。今日のエントレ・リオス州に、初めて入植したのは、チャルーア族とグアラニー族で、それぞれ別の地域で生活していた。ロドリゲス・セラーノが、 太平洋に向けてウルグアイ川を登った1520年に、スペイン人がこの地に足を踏み入れた。スペイン人による初めての高級入植地は、16世紀末、今日のラパス県に建てられた。はじめにアスンシオン、次に、ブエノスワイレスの知事を務め、エルナンダリアスは、エントレ・リオスの未開の土地の探査を行った。は、サンタフェを建設した後、 この地域の探検を行い、ラオトラバンダと命名した。だが、17世紀末に、隣接するサンタフェ州から、植民団が、今日の州都であるバハダデルパラナに入植するまで、この地域は、例外なく、原住民の手にあり、ヨーロッパ人に入植されないままだった。またこの時期に、今ののボヤ、ビクトリア、グアレグアイ、グアレグアイチュ、コンセプシオンデルールグアイ、 コンコルディアといった都市が築かれた。ブラジルのポルトガル軍の侵攻の脅威から、トマス・デロカモラが1783年にこの地のさらなる探検を行い、前期の都市の多くに公的地位を与えた。彼は初めてこの地域をエントレ・リオスと呼んだ。この時、ヨーロッパ人の入植地の規模は取るに足らない程度のものだったが、5月革命の最中、 パラナ沿岸にある都市に住む少数の入植者がパラグアイへ進軍するマニュエル・ベルグラーノの軍を支援した。スペインからの独立戦争に際してエントレリオス州はアルティガスの連邦同盟に加わった。連邦同盟に属していたエントレリオス州のフランシスコ・ラミレス将軍は同僚のアルティガス将軍がポルトガルに敗北しパラグアイに亡命した後も 連邦同盟の将軍として、ブエノスワイレスと戦い勝利したので、1820年9月29日から1年後の7月10日に暗殺されるまでにわたり、今のエントレリオス州とコリエンテス州とミシオネス州を合わせて、エントレリオス共和国を樹立した。1853年に開かれたブエノスワイレス以外の全州を集めた会合で、パラナは、 アルゼンチン連合の首都に選ばれ、エントレリオス知事、ウルキザが初代大統領になった。州都はコンセプシオンデルウルグアイに移された。後に、ウルキザはセペダの戦いでブエノスアイレス側に勝利したが、タボンの戦いで自らの兵士の交代を許し、その結果ブエノスアイレス側のバルトローメ・ミトレが大統領に就任することを許した。 彼は16年の任期の後1870年に暗殺された。彼の支持者であったリカルドローペースホルダンが彼への信頼を失い暗殺を命じたともされている。ウルキザは植民契約でヨーロッパ人、イタリア人、スイス人、フランス人を用いて多くの工作入植地を建て移民を集めた。1903年の国勢調査では この地域の425,373人の住人のうち153,067人が移民であった。ホテルメイラスゴ、パラナ、エントレ・リオス州はアルゼンチンで6番目に大きい経済規模を持つ。2006年における収層生産は推定で77.1億米ドル、また1人当たり6,710米ドルであった。二千十三年では 推定で、州総生産は六百三十八点一四億ペソ。また現在の市場価格で、一人当たり四万八千三百二十七ペソより二十一パーセント低い。州の経済は、長く国内の中央地と比べて、農業的であり続け、総生産の十五パーセントを占めている。エントレリオス州における、農産物には、米、大豆、小麦、 トウモロコシ、柑橘類などがあり、また2番目に大きい柑橘類生産地であり、生産校の16%を主にヨーロッパへ輸出している。畜産業は牛が中心で、羊産業は生産校に占める割合を減らしつつあり、6万平方キロメートルが使われている。落農産業は拡大傾向にあり、年に25万トン弱の乳製品を生産している。 鶏と鶏卵の国内総生産のうち、エントレリオス州産は、それぞれ37%と25%を占めている。他、蜂蜜とその加工製品が成長過程にあり、主に輸出に向けられている。また他のリトラル地域のようにユーカリを使った林業が盛んである。エントレリオス州では製造業は大きな存在であり、 総生産の15%を占めている。州の工業はほぼ農産業と結びついている。食品産業、飲料産業や製粉工場、精米工場が最たる例だ。工業には他に製材、化学工業、夜勤、機械工業などがある。エントレリオスとはスペイン語で川の間という意味である。その名の通り北をグアイキラロ川、西をパラナ川。 東をウルグアイ側に囲まれた島であり、橋ができるまでは船でしか行くことができなかった。パンパにあり、どこまでも平坦な草原が広がる。対岸のウルグアイのように温泉も多い。多くの国立公園や、イエズス会伝道所跡が残る。ウルグアイとの国境に近いグアレグアイ中では、毎年アルゼンチンで最も長いカルナバルが行われる。エントレ・リオス州は、 ミュージシャンにリ,リアナエレーロの出身地である。ありがとうございます。